ディッセンアム・トイトブルガーバルトは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、オスナブリュック軍南部の市である。ディッセンは、トイトブルクの森の南斜面、オストベストファーレインへの移行部に位置している。最高地点は、北東の市境に位置するハンケニュルである。地域の東西幅は、約 8km、南北幅は、約 10km である。土地の利用率は、農業用。 地37.2%、森林41.5%、住宅地及び産業用地12.6%、交通用地及びその他が8.7%である。実践は、西は、バート・ローテンフェルで、北は、ヒルター・アム・トイトブル・ガーバルト及びメレ、東と、南は、ノルト・ライン・ベェスト・ファーレン州、ギューター・スローグンのボルク・ホルツハウゼント・ヘルスモルトである。本市は、 立川宿、アッシェン宿、エルペン宿、ノレ宿からなる。立ンは822年にルートビヒ経験王がオスナブリュック司教に立戦の荘園を上渡した際の文書に初めて記録されている。この集落がいつから存在していたかは明らかでない。立ンは1951年11月8日に都市圏を授けられた。立ンアムトイトブルガーバルトという使命は 1976年1月1日に発行したニーダーザク選集州内務省の公的な指示によるものである。立選では2005年3月1日から1000人の市長が存在している。2011年11月1日以降、ハルトムートニューマンが市長を務めている。1974年4月1日、立選市と隣接するバートローテンフェルデン町との 間で市町村域交換が行われ、人口約100人の地域がディッセン市に移管され、同時に人口約600人の地域がバートローテンフェルでに譲とされた。ディッセンの古い地名としては、1217年、1284年、1325年に、ディソンス、1223年、1282年、1402年、1412年、 1442年、1456、58年、1463年、1556年、1605年、以後に、実践。1225年に、地震、1240年頃に、実ね。1246年に、実践ね。1271年に、実施ね。1279年に、地震、1402年、1412年。 16世紀に、ディソン、1565年に、ディセンがある。意味を推測するのは困難であるが、霧のかかったを意味する、ディーシュグが、低地ドイツ語では、ジシナという形になることから、ぼんやりと霧のかかった土地を意味し、ディセナーバッハソいの湿地帯を表している、可能性がある。ディセンに残る木組建築以下の表は、各年の12月31日時点での地域における、 人口を示している。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクク選州統計、及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は、1974年以降の地域にあたる地域の人口調査の結果である。ディッセンアム・トイトブルガー・バルトの視聴者市議会は22、 奇跡からなる。これに市長が投票権を持つ議長として参加する。図柄緑地。金の冠の下に5本スポークの金の輪ディッセンバートローテンフェルデ駅は、鉄道オスナブリュックビーレフェルト線の駅であり、1時間間隔で、レギオナルバーン、ハラービレムが運行している。近郊旅客道路交通については、オスナブリュック行き、バートローテンフェルデ行き、 バート・ラー・エル域の地方バスが運行している。実線は、地域を北西から南東に横切る連邦アウトバーン A33 号線経由で広域道路網に接続している。このアウトバーンは、かつて市の中心部を貫いていた連邦道 B68 線を代替するものである。市内では1996年から1999年に、 長さ700メートルのトンネルが建設された。これはアウトバーンのすぐ近くにある病院のための騒音対策で、このためこのトンネルは騒音防止箱と呼ばれている。フックス・ゲビュルツェ・ディッセン・アム・ドイトブルガーバルトには食品会社がいくつか存在する。さらにシリングマン消防自動車製造がディッセンにある。ディッセン通信等。ありがとうございます。